今日は大阪難波駅に来ております。今からね、伊勢に向かいます。ちょうど今アーバンライナーが止まっておりますが、時間がまだ8分ほどあるので、飲み物を買っていきましょうかね。いや、カレーパンとクリームパン買いましたよ。まあ、とりあえず乗りましょうか。もう時間でしょう。やばい、まだでもあと4分あんのか。というわけで今日はアーバンライナーに乗ります。結構ビジネスマンの方が多いですね。パソコンカタカタしてる人が多いです。席に着くやいなやテーブルを出します。結構あれです、前に席がないところの、このテーブルっていうのは小さめなんですけども、パンを置くぐらいだったらちょうどいいです。ココアと買いました。なぜ伊勢に行くのにアーバンライナーに乗ってるかというと、単純に言うと賢島行き特急を逃してしまいまして、このアーバンライナーを乗らないと次1時間待つか、もしくは急行で行かないと、伊勢方面に到達することができないということになりまして、まあアーバンライナー乗ったはいいんですけど、途中の大和八木で伊勢方面の列車と接続するわけでして、じゃあこのアーバンライナー乗ってそのね、接続で向かえば早いんじゃねということで、アーバンライナーに乗っております。で、今到着しているところが大阪上本町です。よくよく考えれば車内に自販機あるじゃないか、しかも目の前じゃないかというところで、大阪難波で探し回らなくても車内で買えばよかったなと、ちょっと思ってしまったところでございます。いや、こうやって、目の前にね、なんか自販機があるっていうことはですね、近鉄特急の車内設備にね、貢献しとけば、この車内の設備の自販機の需要が高いな、イコール車内設備が高くなってきているな、需要高くなってきているなという判断されまして、また車内販売やってくれるんじゃないかとちょっと思ってしまうようなところでもありますが、明るくなりまして外に出ました。まもなく鶴橋というところ、鶴橋を出るとですね、次は大和八木まで止まらないんですが、近鉄特急は直通する特急も素晴らしいんですが、この直通しない違う方向に行く特急でも途中の駅で、特急同士の接続とかも素晴らしいものでありまして、その特急もですね、なかなかに私としては、この乗り方次第ではね、かなり便利に使えるのが近鉄特急だと思っております。現在今福福線区間を走っております。奈良線と並走中、奈良線電車が勢いよくやってきました。で、デッキのところで今これ撮影してるんですけども、デッキのところ、折戸のドアなんですね。なので、ちょっとね、見えづらいなというようなところであります。近鉄の昔ながら、平成初期って言ったらいいですかね。その頃までの特急は折戸式の、ドアで、これが近鉄特急だなというイメージが強い方も多いはずです。大阪の下町の街並みを見ております。いいですね、鶴橋伏せ館ってなんかこう遠くまで見れるから私は結構好きなんですよ。奈良線の線路が上に上がりまして、大阪線の線路が下に潜っていくところ、ここが伏せです。東大阪市の大きな町となっていますが、昔は伏せ市でした。現在は地名、現在行政上伏せという地名は存在しないんですけども、近鉄が影響を及ぼしておりまして、伏せ駅周辺の地区を伏せと言っています。地名では存在しなくても、この近鉄の駅があるから伏せという名前が残っております。もちろん名前としては店の名前とかで伏せというところは残っているんですけども、地名が存在しないのに伏せという名前が通じているのは、やっぱ近鉄がすごい力を持ってるからっていうのもあるし、大きな町だったということがね、今も、受け継がれているのではないでしょうかね。東大阪の街をね、見下ろしながら列車は南東に進んでいきます。この辺りもポツポツとね、高層のマンションがあったりして面白いところです。大阪東線をまたいでいきます。ちょうどね、奥に列車が見えてたんですけど、あ、見えますかね。あー、ちょっと見えにくいかな。地上に降りてしばらくしますとですね、近畿大学の最寄り駅であります長瀬駅を通過します。普通電車が止まっていました。となく走りますとですね、八尾駅を通過します。ここは八尾市の玄関口、準急、区間準急も止まるような駅です。八尾に入りますとやっぱりですね、住宅街が閑静になりますが、奥まで見渡せるようなそんな空間になっております。
ライフの看板が目立ちますね。近鉄八尾駅を過ぎますと再びまた地上におりまして、対比線のあります河内山本を通過します。ここは市議山方面の市議線との乗り換えの駅、駅もね緩やかにカーブしているようなそんな駅でありまして、ここからね河内山本、次の高安も対比線のある駅で、やや駅はこの2つとも大きめです。特に高安なんか車庫併設ですからね、大きくカーブしておりまして、万代の看板、この辺りもスーパー多いんだなというようなところですが、ちょうど対向列車大阪上本町行きの準急列車ですかね、すれ違いました。カーブが終わったところで大きな車庫が見えてきます。こちらが高安の研修車庫ですね。もう五移動高安最大寺、この辺りはもう非常に大きな、車庫ですけども、その近鉄の一大車庫を見ながら列車進んでいきます。特に高安の場合は駅を挟んで上下に広がっておりますから、かなり大きな駅ですね。ああ脈々が邪魔したな。現在近鉄の新型車両8A系がいるはずなんですけども、いないなと思ったら島風がねちょうど踏切を渡っていくところでした。島風かっこいいですね。また乗りたいなと思ってしまうようなところです。で高安駅を過ぎても車庫はまだまだ続いておりますし、どちらかというと南側の方が広大だなというイメージを持ちます。アーバンライナーってシングルアームと交差式のねあのパンタグラフと2つ兼ね揃えてる編成もいるんですね。めっちゃおもろいなとか思いながらね、新たな発見をしたような気がします。ここで大和路線の線路を交差しまして、大和川を渡るというようなところです。河内国部の方北あたりですね。こちらが大和川、かつては日本一汚い川とも言われておりましたが、今はそんなことないんじゃないでしょうかね。列車は河内国部を通過中、区間19電車が待避してました。この後ろ多分ね急行電車が走っておりますので、だから急行電車を待っている人がいたんでしょうね。この辺りが徐々にですね山が迫ってきております。まもなく奈良県に入ろうとしているようなところです。アーバンライナーもなかなかにいい走りをするもんだなと思います。私は火の鳥も結構好きなんですけど、このアーバンライナーもね昔ながらの車両、1988年デビューですかね。それでもなかなかにねあの静かでねいい車両だなと思っておりますよ。大阪府内最後の駅、大阪教育大前駅を通過。かつここからねあの昔の線路とかもね私は経験したこともあるんですけど、結構この新しいトンネルができまして、ね、スピーディーになったなという印象を受けます。ちょうど奈良県に入ったところ、次の停車駅は大和八木、私は次の大和八木でこのアーバンライナーと、おさらばします。奈良県に入るとね、この風景が一変しまして、緑がメインになってしまいます。いいところですよね。本当になんかこの近鉄電車で一番いい時期っていうのがこのね、6月7月ぐらいの季節なんじゃなかろうかというようなところです。後ろを見ると大きく曲がっているところがわかります。二条関屋あたりですね。峠越えというところはやっぱ緑が美しくないといけないかなというようなところ、そんなことはないんですけども、やっぱり私はねなんかもみじの季節よりも緑がね綺麗な時期の方が私は好きです。そういやご紹介するのを忘れてました。こちらフットレストというものがありまして、靴を脱いで、利用することができます。私はあまり利用しなかったんですけど、脱いだら靴足臭いんで、で私あの足臭いからあまり利用しないんですけど、ちょっと手で下ろしてみましたらなかなかいい肌触りでしたね。靴を脱いでご使用ください。本当にね私靴の中蒸れやすいん で近鉄のねこのなんか丸みを帯びたこの壁がいいですよね。これがもうザ・近鉄って感じです。私好きですよここ、まあ、分かりますよねこのなんか曲がっている感じが。でコンセントとかもついてね、なかなか快適性が増します。この丸くすることによって車体がねちょっとあの上の方がね広くなるんですよね。だから丸くなってる裾絞りってやつですか。そんな感じですよね。前とのこのね差もなかなか足が伸ばせない部分もあるかと思うんですけど、まあ利用し方によってはなかなかいいね。前を気にしなくて済むのがイライラ感なくていいですよね。おそらくこの辺りはもう小移動が近づいているようなそのようなところ、多分反対見るとほらありました車庫ですね。火の鳥が休んでおりました。アーバンライナーも止まっております。いろんな車両を見ることができるんですけども、中でも青いこの車両とかね見れたら面白いんじゃないかなとか思ったりするようなところ、
近鉄が力を入れました小井戸というところを通過します。車庫だけではなくてね、ニュータウンにもなっているような、そのようなところですね。小井戸から大阪上本町への通勤の客も結構多いし、普通電車などから、急行などのね、この環境接続の行われておりますから、結構利用者数は多いんじゃないでしょうかね。奥にちらっと見える二条山、昔は二神山とも呼ばれておりましたけども、大きな二こぶラクダ状の山、葛城の山々も見えて、非常になんか夏らしい風景になっておりますね。列車は大和高田を通過します。一部の特急は止まる駅なんですけども、このアーバンライナーは通過です。京都方面からの短絡線がやってきまして、まもなく大和八木に到着します。私はこの大和八木でアーバンライナーとおさらばです。まあ、大体伊勢方面に行くって言ったら、お前伊勢中川で乗り換えかなっていう感じだと思うんですけども、今回は大和八木で乗り換えです。大和八木で伊勢島ライナーがやってきますので、それに乗り換えるということですね。まあ、アーバンライナーと伊勢島ライナーの環境接続ってなかなか珍しいんじゃないかなと思ったりするところでありますが、大和八木でアーバンライナーを移しておきましょう。奥には急行大阪上本町行きが到着しているところ。アーバンライナーやっぱかっこいいですよね。昔の車両、これデビューしたっていう、ほんと相当かっこいいんじゃないかなと思うようなところですが、というわけで大和八木に到着しまして、アーバンライナーはここで乗り換え。この大和八木での連絡もやっぱりすごいですよね。特急がこの2面4線の2つを陣取ってしまうという。というわけで次はね、伊勢島ライナーに乗ります。なんかライナー同士が並ぶってかっこよいですね。あら、ビスタカーも来ました。これはかっこいい。というわけでアーバンライナーをお見送りする時間はありますので、アーバンライナーをお見送りしましょうか。さて、私は次はですね、賢島駅特急で伊勢中川に向かいます。さあ、そろそろ発車時間ですね。伊勢島ライナーはオリフトと違ってプラグドアですね。再び列車を出発しまして、大和駅から伊勢中川に向かいます。ちょっとここでね、車内で私トラブルがありまして、私の座席指定の番号にですね、女性が座っておりまして、なんでこんなことになってんだと思ったんですけど、なんかあの特急券を持ってなくて、車内で買ったら指定する席がなくて、まあ空いてる席に座ってくださいって車掌さんに言われて座ったそうですが、びっくりしますよね。まあ一応あの話で、あの私の座席を確保したわけなんですけども、いや、もちろん私は座席の指定された番号に座っているので、その人がどがないといけないんですけども、ちょっとそういう時ってね、あ、どうしようってなっちゃいますよね。まあ、事前にあの特急券はですね、駅窓口で買うか、あのクレジットチケットレスなどで買うようにしていただければと思いますが、車内で急遽精算になった場合ね、ブッキングする可能性があって、お互いにとってね、めんどくさいなって思う時があると思うんでね、早い目に買っておきましょう。列車桜井を通過中。桜井も大きな町になっております。奥に見えている山の手前にですね、三輪明神というね、大きな神社があるんですが、大宮神社ですね、大宮神社の、緑色の屋根が見えているはずですが、こっからだったら見えるかな。こちらからでしたら見えますかね。大宮神社の大きな鳥居とですね、社が見えております。そして列車はですね、大和朝倉駅を通過です。ここから先はですね、山を越えていきます。ですので延々と山登りをしている感じ。近鉄電車は強靭なモーターを持っておりますので、
もうこんな急勾配がね続く、ような区間でもぐい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 と登っていきます。奈良線にしろ南大阪線にしろ、近鉄は奈良県方面に向かっていく列車、だいたい山登りをしていきますので、どの路線もですね、もうほんと近鉄電車っていうのは勾配を駆け上がっていくのが魅力なんじゃないかと思えるぐらいに本当に坂を登っていきます。前方にですね、ポコポコっとした山が見えております。ぬかい岳ですね。こっからだと見えるかな。ちょうど横になって、今一瞬だけ見えたかと思いますが、この辺りも水が綺麗だなと思うようなところ、田園地帯を走っていきます。まもなく名張というところでしょうか。列車の速度がゆっくりとなってまいりました。前を走っているのが大和八木まで乗りましたアーバンライナーですので、アーバンライナーが遅れればこの列車も遅れるということになります。ですが速度が落ちている分、この名張川めちゃめちゃ綺麗だなと思いながらもゆっくりと見ることができました。前のアーバンライナーが名張駅を後にしないとこの列車が、名張駅に入りませんと思ったら速度が上がりましたんで、前のアーバンライナーが発車したんでしょう。名張駅に到着。名張は三重県名張市の大きな駅でありますけども、ここでね関西圏と中京圏が分かれるという境目のような駅でもあります。確か名張の駅の売店かコンビニか忘れましたけど、関西のね新聞も置いてるにもかかわらず、中京圏の中日新聞とかも置いてるんじゃなかったですかね。それぐらいこの分け目となっているのがこの名張。 JR の名勝線も実はこの名張駅を目指していたという形になるんですが、もしここに JR が来てたら熾烈なバトルが繰り広げられてたんでしょうか。無論伊賀上野の方に行けば関西線は走ってるんですけどね。列車は名張駅を出発。名張を出ると次は伊勢中川ですね。この列車は伊賀神戸も榊原温泉口も通過していくというような、本当に準速達型というような列車でしょうかね。名張駅も大きな車庫があります。たくさんの近鉄特急や近鉄の一般車両が止まっていました。名張の車庫が終わったと同時に右に曲がりながらこの下っていく、これが名張カーブと言われるような、そんなようなところですが、乗っててもね結構下ってるなって感じがありまして、まあ結構こうね風景とか見ててもかなり山を下っている、坂を下っているというのがねわかるかと思うんですが、もし名張駅を過ぎたらねこの辺りに注目してみるのもいいかもしれません。近鉄のね非常にいい、魅力の一つとなっているようなところですね。三畑の駅を過ぎるとこの季節らしいひまわり畑がお目見え。すごいなと思いながら、私いつも行きたいなと思うんですけど、毎年この時期になるとなぜかね忘れてしまうんですが、いつかひまわり畑でね近鉄電車を撮影したいなと思っているようなところ。列車は伊賀神戸を通過中、忍者電車が止まっておりました。伊賀鉄道の車両、この辺りは忍者の地域ですからね。そして、青山町を通過です。ここは急行も折り返すような、そんな一つの拠点駅となっているようなところですが、駅周りはすごくひっそりとしていて、まあ中で強いて言えばこの観光バスが大量に止まっているぐらいですかね。どなくしますとまた山が迫ってまいりまして、西青山の駅を通過。この駅を通過してすぐにですね、新青山トンネル、5キロか6キロぐらいあるトンネルをねぶち抜いて、列車はですね走っていくんですが、このトンネルが非常に長いので3分4分ぐらい走っているので私のわずかながらの睡眠時間です。
新青山トンネルを抜けますと東青山普通電車はこの辺り2両でゴトゴトと往復します。東青山伊勢中川ローカルもなかなかに普通電車は面白い感じで走ってくれますからね。榊原温泉口、大きな観音様が見えております。ここはですねちょっと画面が乱れましたけども、私もこの間ね動画を上げたんですが、大観音寺すごいいいとこでしたね、カエルとかが印象的でした。そして雲津川を渡っていきます。列車はこの辺りから田園地帯を走っていきますが、米がね、こう収穫してあと春先の時期とかだったら麦がすごいんですよね。だから常になんか緑があるようなそんな感じがしますけども、麦や米のね穀倉地帯を通過します。これがずっと延々とね伊勢の平野部をね続いていくんですから、もう本当この辺りは水がきれいなんだろうなという印象を受けますね。本当にずっと奥まで田んぼですね。もうこういう目にはすごくいいような夏らしい雰囲気で、私はこの辺り近鉄特急でね通過するあたりはすごく目の保養になるなと思いながらも、ああ伊勢に来たなと思えるようなそんな風景だと思います。山を越えてきてこう田んぼがずらーっと奥まで広がるところが印象的ですよね。私もこういう風景は大好きです。山とヤギで接続したんですけども、伊勢中川でも名古屋駅特急に接続するというなんかわけのわからない特急なんですけども、これ裏を返せば大阪から一回この山とヤギでこの列車に乗り継いでまた伊勢中川で名古屋駅に乗ればですね、なんか3回ぐらい乗り換えて近鉄特急の旅ができるんじゃないかと思ったりするんですけど、そんなもの好きっているのかなとか思いつつも、まあ、ナバリとかそういう人の需要なのかなと思うんですけどもね、アーバンライナーとかが先を走っているのはそれって利用する人がいるのかなと思うんですけど、特急ネットワークっていやっぱりこれすごいなと思えるようなそんな列車に乗ってしまったなというようなところです。列車は伊勢中川駅に到着。私の動画はここまでとなりますが、もしよろしければ皆さんね、直通で行く特急もいいですけど乗り換えて行く特急列車の旅も味わってみてください。それではご視聴いただきましてありがとうございました。またよろしくお願いいたします。伊勢島ライナー30周年おめでとうございます。またなんか伊勢島ライナーのなんか動画も撮りたいですね。